キメキメモリアルガールズサイド3ハスミくん攻略編を本日もやっていきたいと思います。前回はハスミくんからね、何度も何度もデートのお誘いがあって、もう6回ですかね、お断りしてきたところですね。で、ちょっとさすがにね、かわいそうにちょっとね、なってきたところで、まあこちらからね、まあデートにお誘いしてあげて、まあ、ちょっとね、さすがにへこんだのか考えさせてほしいと言ったんですが、ちょっと日曜どうなるんでしょうかね。あ、電話。もしもし、はすみです。はすみくん。あれから、いろいろ考えたんだけど。うん。デート、しよう。ほら、今日は天気も良くて、なんかデート日和だし、さ。はすみくん。迎えに行くから。支度して待ってて。さすがにここでお断りするってそんな鬼畜なことはないですね。あるのかなってちょっと思ってたんだけど。うん。やっとはすみくんとデート。よかった。やっとって自分で散々断ったんだけどね。じゃあちょっとだけで、ね、こないだよりは少しだけ可愛げをちょっと出していこうと思います。ごめん、待たせちゃった。全然。どうかした？ごめん、いや、ちょっと見とれちゃって。今日の服どう？似合うかな？うん、そうだな。ほら、セクシーで気遅れしちゃうけど、そういう感じがまたたまんないっていうか。よかった、行こうか。はい。あ、いや、行こう。はい、いいね。あ、あれ、お買い物だったっけ前回も。前回、あ、違うよね。そうだよ。あの、2回映画見させられたんじゃん。そうだよ。さすがに、このバンビに対してはそんなことはちょっとできなかったんだね。改めたのね、正しいわ。はぁ、楽しかった。ごめんね、ショッピングに付き合わせて。そんな、楽しいよ。見るだけのつもりだったのに、たくさん試着しちゃった。はすみくん、おだてるんだもん。おだててなんか。君って何着ても似合うから、お店の人も楽しそうだったし、まるで女王様のお召し替えみたい。ついに女王だと気づいた。もう。さてと、この後はどうなさいますか、女王様。じゃあ次はあすみくんのおすすめの場所。おすすめか。うん、決めた。少し遠いけどいい？うん、じゃあ連れて行って。はい、女王陛下の仰せのままに。素敵なところだね。うちの学校の屋上からよく見えるんだ。時々一人で来るんだけど、いつかその彼女ができたら一緒に来ようと思ってた。そっか、そうなるといいね。綺麗なところだもんね。
そうだよな、そりゃ東大の伝説ならずか。何？うん、うちの学校で代々語り継がれてる伝説があって。あ、いや、実はよく知らないんだ。伝説か。私の学校にも言い伝えがあるよ。そう、どんなの？愛し合っている王子様とお姫様がいて、王子様はお姫様への愛を試されて世界の果てに追放されるんだけど、二人のお互いを思う気持ちで最後はとうとう教会で結ばれるんだって。それでね、うちの学校にある古い教会がその教会なんだって。やっぱり信じられないよね、そんなおとぎ話。でも私、世界の果てから君のもとへたどり着けば、僕でも君の王子様になれるのかな。はすみくん、分かってる。僕には無理なんだね。君のその笑顔がそう言ってる。何も言ってあげないんだね。到着。今日は楽しかったね。はすみくん。ああ、ごめん。うん、そうだね。また考え事？今度は何？うん。ああ、僕の女王様は本当に素敵な人だなって見とれてた。完全にしもべになったな。もう行くよ。今日は本当にありがとう。こちらこそ。じゃあね。さよなら。はすみくん、なんだか辛そうな顔をしてたけど。あの、エコーメール、エコーがかかったメールの内容もちょっと変わるのかしら。突然エコーがかかってて、前回すごい吹き出しそうになったのを耐えたんですけど。あれ、あ、今日何かした後にメールが来るんだっけ、あのエコーメールが。そうだ。来たぞ。あ、メール、はすみくんから。君とのことあれからずっと考えていました。やはり僕は君が好きです。そしてやはり僕には君の隣にいる資格がないようです。僕はつまらない人間です。女王のように自由で自信に満ちた君といると、自分が恥ずかしくてたまらなくなるのです。君の素敵な笑顔を見るたびに、それが目の前の僕じゃなくて、いつか現れる君の素敵な王子様のためにあるのだということが分かってしまうのです。物語の王子のように強い人になれたらどんなにいいでしょう。でも現実はそうじゃありません。これ以上君を好きになるのが辛いのです。だから、さようなら。はすみくん、そんなに傷ついてたなんて。もう会えないのかな。
映画は1回しか見に行かなかったけどあれはさすがに2種類ないわね。あーなるほどね。いやなんかちょっとさ、正直さ、天使の時はなんか結構突然、なんか唐突だなみたいな、なんかちょっといまいち腑に落ちないなって正直思ってたんですけど、こっちなら納得できるわ。なるほどね。まあもともとね、多分ハサミくんは元はね、多分人格を結構屈折してるというか、こじらせてる感があるけども、まあもともとこうあんまり自分にね自信がない子だから、まあこの気ぐらいの高い女王様バンビにはちょっともう自分はね、釣り合いが取れてないだろうってことで、こういうメールを送ってきたのかな。あ、これならなんか、なるほどね。話として、なるほどって思いますね。じゃあ、まあ、あともう1ヶ月か。すぐだね、割とね、今回は。ということで、じゃあちょっとエンディングも違いがあるのかね、楽しみですね。じゃあ、今回は、この辺りで終わりにしたいなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。